皆さんこんにちは、米地です。今日はボールペン作りということで、このボールペンのワークショップっていうのはアルブルモック教室でも結構人気のワークショップで、国産のヒノキを使ったボールペンをやってみたいと思います。それでは早速始めていきましょう。キットの内容から説明していきます。まず入っているのがボールペンの本体ですね。削っていくサンドペーパーですが、粗いのと真ん中と仕上げと3種類入ってます。それと食べ物のくるみが入っているんですけども、これは何かというと、くるみを潰して油を出して最後塗装するためのものです。でこれは肝心のボールペンの機械ですね。ボールペンを傷つけないようにするための木のものです。これを使って組み立てていきます。このセットで皆さんとお届けして一緒に組み立てていってもらえたらと思います。ということでやっていきます。まず最初にやるのが、サンドペーパー確認していただいて、キットでは多分一番粗いのは赤、真ん中を青、一番仕上げを黄色っていう感じで線引いてますん でもし不安な方はその色を見て判断してみてください。それではやっていきましょう。まずは粗く削っていきます。カンナでこんな形にしてもらってるんですけども、ここからペーパーでやっていってももちろんいいんですけども、時間かかるので粗くカッターで削っていきます。一番の注意点は怪我しないこと、これは状態みたいですけど、本当にそれが一番大事で、怪我しないためには絶対手前にやらないことですね。なるべくこう前の方にやるってことと、この前にもちろんこう手があったりすると必ず怪我しちゃいますので気をつけてください。どこまで削るかの目安なんですけども、駆動部分のやつを出してもらうと、この金具の丸いところがペンの一番外側になります。なのでこの丸よりも細く削っちゃうと金物の方が大きくなっちゃうんで不細工になります。つまりこのように並ぶわけですね、最終的に。なのでこの大きさとこの大きさが、この大きさに合わせてこれ削っていった方が良くて、この大きさよりもちっちゃくなっちゃうとよろしくないので、削りすぎには注意してください。でこのカッターで粗く削っていって微調整はサンドペーパーでできますので、あくまでもこのカッターは粗で削ると、粗の形を作るということで考えておいてください。はい、最初のと比べてみてだいぶ丸くなりましたよね。どこまでやらなあかんっていうのは全然ないです。自分がいいなというところで止めてもらって、サンドペーパーで仕上げていってもらえればと思います。ではサンドペーパーでやっていきます。サンドペーパーする前はこんな形ですね。こっちの前かな。はい、で削っていきます。木っていうのは木目がこう走ってるので、この木目に対してこう削っちゃうと傷がずっと残りますので、必ずこう木目の方向に沿ってやってみてください。その方が綺麗に仕上がります。ここまででこんな感じです。3分ぐらい削ってる時間もかかる。5分も3分ぐらいでこれぐらいになります。こんだけ綺麗に丸になると楽しいな。80番で形を作ったら、ここから仕上げていきます。まず150番から。仕上げはその80番ほど力はいらないので、こうやって削っていくと台がすごくツルツルになってくるので、自分の指で触りながらやっていってください。なかなかいい感じ。それでいい感じですね。はい、削って仕上げる作業はこれでおしまいです。ここまで仕上がります。はい、では次は塗装の作業に入ります。塗装と言いましてもペンキとか塗るわけじゃなくて、これも自然のものを使います。何を使うかというと、最初にあったくるみですね。布の中にくるみを入れていただいて、そしてこの部分でてるてる坊主みたいにします。開いて潰していきます。これぐらい叩くともうこんだけ油が出てきます。でこのくるみの油が出てきましたら、木に塗っていってください。このくるみは別に透明なので、くるみの色でこう色が変わってるわけじゃなくて、元々の木の色がこう塗ることによって出てくる感じです。
いい色ですね。ツヤも出ていいですね。はい、こんな感じです。では組み立てに入っていきたいと思います。早速組んでいきます。順番ちゃんと決めといてくださいね。これとこれで全然左右でデザイン変わってくるので、自分の思った方向を間違えないようにしてください。で、最初に用意したこちらが組み立ての時の自分になります。ここにこのペン先を刺して叩いていくんですけども、このまま刺しちゃうと傷がついちゃうので、ウエストがここを引いてください。で、ここに軽くはめてもらって、で必ず支えていきますが、この木も入ってますので上に置いて、で次にこれやね。この方向でしたっけ？短い方が先です。こう。はい。次にこの部品を入れます。容量は同じで軽くはめてもらって、離して。なんとぴったり。この3つの白いセットはこんな形で組んでください。これが木の方にあります。こっち？はい。この小向き？はい。で、こう。はい。ちゃうと取れないので気をつけてやってくださいね。それ最初はこうか。これはめて、これはめてこれか。はい。せい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 。うん。でこれね。こうやね。はい。そして最後にこの大きなバネを上に入れて、このキャップがここに入って、これネジ式になってますので入れて、ちょっとくるくるっと回してやめてください。すると完成です。果たしてうまく動くでしょうか。あーっと当たり前っちゃ当たり前ですけど、これ引っかかる時あるので、いやーうまくできました。どうですか。木っていうのはこのサンドペーパーやカッターぐらいでの道具でも削り出して加工もできると。これが鉄とかプラスチックとかだったらね、こういう加工はもちろんできないわけで、すごく身近なところでこのものづくりの体験をして、日頃使えるものを作れるっていうのをね、子どもたちにも体験してもらいたいと思いますし、大人も十分楽しい体験、僕もすごく楽しかったですので、皆さんもぜひ体験してみてください。お付き合いどうもありがとうございました。